ヤジキタオンザロード旅人のムッタです。さあ今私はですね、石川県、羽咋市にやってきています。なんとですねこの羽咋市は UFO で町おこしをしているという、なんじゃそりゃということでですね、早速来てみたんですが、今私が立っているのがこちら、コスモアイル羽咋というね、博物館の前にいるんですけども、ご覧ください。すごいですよね。もう見るからに UFO という感じでね、ちょっと亀の甲羅のようにも見えますけれども、こちらで一体どんなことが起こっているのか早速調査してみたいと思います。今日は旅番組ではありません、ドキュメンタリー番組です。羽咋市が町おこしをされていると伺ってきたんですけれども、はい、なんでまた UFO で、まあ、そもそも古文書が見つかったんですよね。古文書、西山から東山へこう総八あるは尿八といってですね、その麦わら帽子のような形をした仏みたいなものが空を飛んでた。しかも光を放ちながら飛んでる、こう、ね、今で言うと空飛ぶ円盤じゃんっていうところからですね、その古文書を使って町づくりを始めようというのがきっかけなんですね。この羽咋市に本物の宇宙船とかがあるんですか？ありますよ。小さい町ですけど、なぜか本物のボストクカプセルとか本物の月の日とか、偽物を置いた瞬間から価値なくなるんですよ。あ、本物は置いた瞬間から歴史的な価値が出ると僕思ったんですよね。あの脇にこうドーンと高いロケットですか、あれは？あ、そうですね、あれはアメリカの本物のロケットなんです。あれ本物なんですか？本物です。一体中はどうなっているんだろうということで、はい、はい、もうこの後、はい、じっくりとご案内させていただきます。いいですか、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、サンダー君、あ、はい、あ、これが俺のだよ、僕のですよ。あ、おお、やってますね。はい、こちらです。アルバイトサンダー君、ここにアメリカや旧ソビエトの本物の宇宙船が展示されてるんです。本物、はい、本物なんです。実はですね、あのアメリカの NASA、 それからロシア宇宙局と交渉して、まあ、実際にお借りしたものや、あるいは購入したものが並んでるんです。うわー、これはまたちょっとこうなんかもうあの巨神兵の部品みたいな、はい、この宇宙船、実はここに展示されているのは実際に宇宙から帰ってきた本物なんです。これ本物？本物なんです。本来は表面銀色の宇宙船だったんですけども、体験再生する際に2000度近くまで表面温度が上がってしまいまして、じゃあもう燃えて、そうですね、そのあとここにいるっていう、その通りです。この地球上には地球外生命体宇宙人が何人か来てるって噂もあるじゃないですか、はい、で実は、はい、なんとそのうちの一人が、はい、あそこに寝てるんです。うわうわうわ、びっくりした。うわロズウェル事件ってご存知ですか？あ、はい、1947年にアメリカに UFO が墜落したという有名なロズウェル事件があったらしいんですけどもね、はいはい、その時に墜落した UFO から回収された宇宙人なんです。一見すると人間とそんなに違いはなさそうですよね。そうですね、ただやっぱり違いもあるんです。例えばこの指の本数なんてどうでしょう？本当だ、6本ある。6本ありますね。さりげなく6本ありますよ。それも分かってないんですか？さっぱり分からないんです。実はあのとあるスーパーマーケットの前でアンケート調査を取ったところ、はい、4人に1人見てたんですよ。4人に1人ですか？じゃあ私でももしかしたらこの羽咋で見ることができるかもしれないっていうことですよね。なんとなく今日あたり出そうな気がしますね。本当ですか？ちょっとヤジキタでみんなで見ましょうよ UFO ね。ありがとうございます。ちょっと早速行ってみたいと思います、はい。羽咋市は UFO の町ということで、はい、UFO の形をかたどったもの、それから宇宙人をかたどったもの、はい、それからあと値段が891円羽咋っていう、まあ、そういうちょっとシャレ気のあるそういうメニューがいろいろ各お店の方の工夫で、
いろんな商品を開発されております。どんなものが実際、そうですね、例えばですね、 UFO ラーメン、ラーメンですか、ラーメンです、はい、どんなのなんだろう、そうですね、宇宙人をかたどったあのタコ、小さいタコが乗っています。あー、ラーメンの上に、はい、上に、そうです、はい、ミニ宇宙人が乗ってますね。はい、お母さん美味しいです。美味しいです、はい、これ食べると UFO に合います？そう、かもね。さあ、千里浜渚ドライブウェイにやってまいりました、ね、UFO が見えるいいスポットだということでおすすめされてやってきたんですが、なんとこちらですね、車で砂浜を走れる唯一のこうドライブウェイということでね、いやいやいや、車もね何台か走ってて、皆さんこちらのドライブウェイ楽しんでますね。来たな。これから歴史的瞬間をね、リスナーのみんなと一緒に、はあ、勝ち合っていきたいと思います。ああ、緊張すんな。昔あそこの山で目撃されたっていうことですからね、あっちの方ちょっと見てみましょうかね。 UFO、UFO、UFO、 いやでも4人に1人がね見てらっしゃるっていう話ですから、これヤジキタメンバーだってね見られるんですよ。気持ち次第ですね、信じる気持ちが大事ですからね。ちょっと見て帰りたいですよね、ここまで来たらね。さあ今日はですね、残念ながら UFO を見つけることはねできなかったんですけれども、いやでもやっぱりこうロマンがありますよね。いやー、いるのかないないのかなってね、こう子供に帰ったようなね気持ちで今日は一日ワクワクしながらね、白衣の旅をね送ることができました。いやーでもね、白衣市のね市役所の高野さんがおっしゃってたんですけれども、やっぱりね、あれ UFO じゃない、見て